アダム・フローシェクは、チェコスロバキア・リベレツ州、トゥルノフ出身のサッカー選手。ポジションは DF。FC ・ビクトリア・プルゼに所属。チェコ代表でもある。2006年に、チェコの FK ・バウミとヤブロネツで、プロキャリアをスタート。2009年に、SK ・スラビア・プラハイ遺跡。2011年冬に1、FC ・カイザース・ラウテルンへ期限付き移遺跡し、 ドイツ分で3がデビューを果たした。2011から12シーズンには、FK バウミとヤブロネツへ移籍するも、出場機会がなくフルスの SK スラビアプラハに、レンタル移籍した。2012から13シーズンには1、FC ニュルンベルクへ完全移籍。2シーズンで39試合出場した。2014年6月2日、VFB シュトガルトへ2018年までの4年契約で、 完全移籍した。2016年1月31日、レギアワルシャワへ2019年シーズン終了までの3年半契約で完全移籍した。各年代のチェコ代表を経験。2009年10月にチェコ代表に初選出され、10月14日の北アイルランド代表戦で代表初キャップを果たした。ありがとうございます。